アジアチャンピオンズリーグの試合、天賀体育中心体育場は中国、広東省広州市にある多目的スタジアムである。この場所は1960年まで広州天賀飛行場だった。1987年に開場。収容人数は58,500人。天賀体育中心は敷地面積51万平方メートル。メインスタジアムのほか、 補助陸上競技場、野球場、体育館とテニスコート、国際水連認定の国際プールを併設しており、バスケットボール、卓球、テニス、バドミントンなどの国際試合を開催することが可能である。主にサッカーの試合に使用されており、中国スーパーリーグに所属する公衆被差し台のホームスタジアムである。また、1八十七年と二千一年には中華、 人民共和国全国運動会の会場となり、特に1987年には開会式、閉会式の会場ともなった。1991年には第1回フィファ女子ワールドカップ決勝戦の会場となった。また、2010年には杭州アジア大会においてサッカー競技の決勝戦などが開催され、この地で日本代表が 初の男女両方の優勝を果たしている。最寄りの駅は、甲州地下鉄1号線の大育西寺駅、大育中心駅、もしくは、甲州地下鉄3号線の林和西駅、玉江新城新交通システム線の大育中心南駅。いずれも、駅より、徒歩約5分。甲州久し代 V レアルマドリード甲州久し代 V ファンブルガー SV。ありがとうございます。